森本神社は、大阪府にある神社。同盟神社として、羽び野氏、市、かし市に一社ずつがあり、いずれも河内国安宿群の式内社、森本人社に座の論社。羽び野の市の森本神社の方が有力な論社とされる。どちらも祭神に、共通主神が含まれている。一説には、主神天皇の時代、共通主名の十四世の孫の違派別名が、祖神。 共通主身の両母のある地に住み、共通主身を祀ったのが起源であるという。縁起式神明帳に、名神大社として記されるほか、縁起式で当社の祭礼が、森本祭として記載され、内蔵寮の兵士が参考していた。天正年間、織田信長の高屋城攻めの際、陛下によって車、社殿、社宝を失い、1586年、豊臣秀吉に車両を没収され推理した。 共通種名と共通種悲名命,命の夫婦神を祀るとしているが、神社名最長では今年の主命、共通種名、河内国式神志向では、九の里氏命、氷谷座いよいよ豆葉の売り神、地名辞典、神儀資料、地理資料では、東州意味機の祖心としている。創建年代は不詳である。社殿によると、伊派別名に、縁の一族が神社の祭祀を行い、平安時代には、 やはぎ意味気を称したという。神仏集合時代に神宮寺の金剛林寺が創建され、社窓により奉仕されたが、明治の神仏分離により、金剛林寺は廃寺となった。明治5年に孫者に列格し、明治41年に新仙兵白陵とも神社となった。境内の本殿前左右には、早戸石と呼ばれる石像物一体がある。 重刀人心臓が掘られたもので、造立年代は不明だが、奈良市の名戸山場下にある、早戸石大一国によく似る。現在の社殿は、江戸時代に高津宮から移築したものである。経代者として、以下のものがある。羽引きの指定文化財祭人は、共通主名一座のみであり、明治神社名祭帳では、祭人不詳と記されている。創立年代は不詳である。 明治時代の社格は無格者であった。明治40年12月25日、国武神社に合祀され、その境内者となった。昭和47年3月、旧地に社殿が再興された。国武神社内の境内者も現存している。ありがとうございます。